こんにちは、ぐっちです。今日はびっくりしました。突然飛び込んできましたけども、ホンダが突如レブル1100、欧州名では CMX1100 レブルっていうんですかね、発表しました。以前から出るぞと言われていて、みんなもいろいろ想像したんじゃないですかね。今年は川崎が ZX25R を発表した時も、そのスペックや価格でかなり驚きましたよね。あれで100万円切ってくるのかとか、荷だもね価格をね合わせてきたとか、いろいろ言われてましたけど、今回レベル1100、ホンダさんはやってくれました。まず詳細を話す前に、個人的な総合評価として感じたことは、これは絶対人気が出ます。多分出ますね、売れますね。レブルといえば、レブル250が2017年に登場以来、日本国内では 250cc クラスではダントツの売り上げを数年続けていて、とても人気のある車種です。ここ数 1、2年、3年はずっと1位なんですかね、 250cc の中では。そんなレブルなんですけど、 250cc 以外には、500cc というものもあるんですが、こいつは日本国内ではあんまり売れてないのかな、残念な結果になっています。基本的には 250cc と 500cc を同じ車体を使ってエンジンだけ乗せ替えてるっていうイメージですかね。そのため 250cc の場合はエンジン周りが少しスカスカ感があって、僕的には少しそこをなんとか埋めたいな、エンジンガードつけて埋めたいなとは思ってるんですけど、秋之助はなんかそこは全然気にならないよと。この辺は感覚なんですかね、レブル乗りとレブル乗りじゃない人の感覚のズレなんじゃないかなとは思っています。そんなレブルなんですけど、なんといってもその車高の低さ、そこから来る足つきの良さがやっぱり人気の一つなんじゃないかなと思っています。当然見た目で好きな人もたくさんいらっしゃると思うんですけども、女性とかあんまり体格に恵まれなかった方とかはね、やっぱり大きいバイク、車高の高いバイク、ZX25R はそれちょっと低いですけど、もう少し高いようなバイクになってくると足つきがね苦しくなってくるので、その辺が乗りやすいっていうのがレベル250が人気の一つなんじゃないかなと思います。そんなレベルなんですけど、今回満を持して1100という大型バイクとして発表されました。しかもなんですよ、このレベル1100には実は DCT モデルっていうのもあるようで、DCT って何ぞや、後でちょっとまた説明しますけど、 DCT ってことはもうクラッチもいらないってことですよね。クイックシフターがあって、イアンって言っていた忍者 1000SX とか ZX25R とか、っていう感じですかね。それよりはどっちかというと ADV150 に近いですかね、スクーターに近いイメージです。しかも乗ってるエンジンはなんと CRF1100L、アフリカツインですね。これをベースにした 1084cc の並列2気筒エンジンです。すごいですよね。もうこの段階でエンジンはもう何者入りというか、前々から想像は早いと思うんですよね。1000cc のレベルが出るなら1100のアフリカツイン。なんで 1000cc なら1100なんだろうって言うけど、やっぱ1100で来ましたよね。1100のアフリカツインをそのまま持ってきたってイメージですかね。当然のようにABS アンチロックブレーキシステム、言えた、が標準装備なんですけど、驚きなのはそれ以外です。レブルですよ、あのレブルです。レブルにですね、なんとトラクションコントロールとクルーズコントロールが装備しています。なんでみたいな、レブルですよ、レブルなんですけどね、トラコンとクルコンがついてくると。しかもです、ここがね、もう一段が攻めてくるんですよね、ホンダさん。今回はライディングモードもスタンダードとレインとスポーツの3つから選択できると。みたいな、マジでみたいな、そんな感じにすごい豪華装備がついてるんですよ。結構ツアラツアラなんか、忍者 1000SX にようやくついていて、忍者1000でも19年にはついていないクルーズコントロールとか、売れる気満々なんか売る気満々なんか別として攻めてきましたね。で、先ほどお話もしましたけど、今回のレベル1100には
6速マニュアルミッション MT ですね、もう MT で出してください。6速マニュアルミッションの他に DCT、これね噛むかもわかんない言いますよ、デュアルクラッチトランスミッションを搭載した車両も登場します。 DCT っていうのを日本で発表されて発売されると、実はオートマ限定の大型免許でも乗れるようになります。まあ、あんまりそんなニッチな免許をピンポイントで持ってる人ってね、どれだけいるかというとわからないんですけど、ただアシスト&スリッパークラッチっていうんですかね、はい、軽くなるようなクラッチよりも当然クラッチが存在しないのでね、ギアチェンジはないですし楽になるかなとは思います。左手が疲れるとか、信号のたんびにこうねストップ&ゴーの時にちょっと手が疲れるとか、大型なんでやっぱクラッチが重たいみたいなことはあると思うんですけど、その辺がクラッチがなくなるので DCT だと、まあ秋之助みたいに女性だと乗りやすいんじゃないかなと思います。そんなの大量についてるんだったらどうせ重たいんでしょって思っていたんですよ。でデータというか資料を見るとですね、車重がなんと223キロ、レベル250が170キロなんでだいたい50キロぐらい重たくなるんですけど、カーロンチャンネルで言うと忍者 1000SX がだいたいそのぐらいの重さなんですね。確かあれは忍者1000の場合はパニアを積んでない状態で220キロだったと思うので、パニアを常時積んでる忍者に乗ってる僕からすると忍者よりは軽いのかな。しかも馬力は87馬力もあって高速道路も困ることはないと思います。ちなみにレベル250の馬力は26馬力なので、ここから見てもかなりのパワーアップですよね。まあ、250cc から 1100cc なので4倍以上排気量も上がっているので、馬力もそれに伴って60馬力以上アップしています。87馬力やったらね、まあ、そうそう困らんよね。それ以上は多分使いこなすのが難しいと思うので、ちょうどいいんじゃないですかね、このぐらいが。気になる点としては当然いくつかあって、タンク容量がレベル250は11リットルだったのかな、それが 13.6 リットルにはなるんですけど、燃費がね20キロ程度、ここが少しロングツーリングするときには給油には気をつけないといけないかなとは思います。ただまあカーロンチャンネルではね ZX25R がだいたいこれと同じようなスペックなので、あんまり気にするレベルではない気はしますが、まあ唯一問題点があるとするとここですかね。まあ、レブルっていうと、ね、細いタンクがやっぱ印象的なので、どうしても1100になっても、まあ、忍者が19リットルだったかな、そんなに大きく乗せれないんだろうなっていうイメージはあります。他に気になる点としてはメーター周りです。2020年版、今の現行になってから多分変わったんですけど、一つ前がウィンカーの出す位置がどっちが出してるかわからないとか、ギアがわからないとかあるのかな、なんかそういうのがあって、2020年版の今の現行車種になってからはウィンカーの向きもわかりますし、シフトもわかるようになったんですけど、秋之助によく言われていたのは今の回転数のタコメーターがないからわからんと、今何回転回ってるか分かんなくって、これは回転回しすぎないかどうか分かんないっていうのは、なんか最初買った時 の, あのそのぐらいの時に秋之助が気にしてました。ところがこの1100にはなんとデジタルなんですけどタコメーターがついてきます。いいよ、秋之助が困ってて欲しがってた機能がもう全部搭載してますね。もうこれ1個で終わりでしょ。そんなレベル1100なんですけど、ここまでいろいろといいこと悪いこと、まあ悪いことはただあのね燃費の話だけですが話してきたんですけど、何より今回のレベル1000で一番のサプライズだったのは、実はそんな機能を全部網羅した上での価格です。この価格がねびっくりしますよ。 ZX25R の時も相当頑張ったよね川崎さんってみんなが言ったんですけど、これはすごいよ。はい、北米ではミッション車6速ミッションマニュアルミッションですね、 MT 車が9299ドル、日本円で換算するとだいたい973,000円で、 DCT 車が9909ドル、だいたい日本円で約104万5000円
と発表されました。つまりですね、ミッション車で良ければ、今まで通りのミッション車で良ければ、トラコンもついてるわ、クルーズコントロールはついてるわ、ライディングモードも選べるわ、はい、タコメーターはついてるわ、そして 1084cc の87馬力の、レブルですよ。しかもレブルが100万円を下回る価格で買える。いろいろね、日本の場合は手続きがあって、最初に買うときは保険だったり、まあいろんなね、税金だったりとかあるので、もう少し100万円ちょっと超えてくるとは思うんですけど、 ZX25R もちょっと破格でしたけど、こいつはもっとびっくりしましたね。だってエンジン、同じエンジン積んでいるアフリカツインが一番安いので、なんか大体150万ぐらいなんですよ。同じエンジンついて150万のアフリカツインを買うか、うん、足つきの良くて人気のあるレブルを買うか、50万円安くレブルを買うか、大丈夫アフリカツイン、ホンダはホンダを潰しに来たんか、大丈夫か、そこがちょっと気になりますが、まあ、破格の価格でレブル1100が出るっていうことだけは今回の発表で分かりました。でツイッターがなんかで見たんですけど、日本版のレブル1100も発表されるみたいで、やっぱりこれ国産、日本国内でも出るみたいで、本田さんがなんかツイッターでつぶやいてましたよね、もう少しお待ちくださいみたいな。なので、まあ春先ぐらいなんですかね、日本でも出てくれればいいんじゃないかなとお待ちしてます。いつかカーロンチャンネルにもしれっとレブル250から1100になって登場するかもしれませんね。まあ、その前に秋之助が大型バイクの免許を取得するのが先ですけども、はい、今日は突然レブル1100が出たってことで驚いたので、突如動画を作ってみました。初めてのやり方なので、皆さんの情報にお答えできたとかわからないですけど、こういうパターンの動画も作っていきたいと思います。本日の動画はここまでとさせていただきます。面白いなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご安全に。